い、どうも、奥田大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題をですね、お話をしております。もともと YouTube で始めたんですけれども、今は YouTube と並行して、様々な音声メディアでも配信をしておりますので、もしですね、よろしければチャンネル登録とかですね、もしくはフォローとかしていただけるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、年が明けまして、新年2021年が始まったということで、今シーズンのですね、2021年シーズンをですね、展望するような動画をですね、順に上げていきたいなというふうに思っております。昨日はですね、順位予想ということで上げさせてもらったんですけれども、今日からはですね、各選手一人一人についてですね、まあ、予想というか、まあ、期待も込めたですね、展望をですね、していきたいなというふうに思っております。で、今日はですね、一発目ということで、一番打者のですね、近本選手。まあ、来シーズンもですね、一番打者が期待されておりますので、近本選手からですね、展望していきたいなというふうに思っております。はい。で、ごめんなさいね。ちょっとパソコン見ながら、データをですね、過去のデータなんかを見ながら、少し展望をさせていただきたいなというふうに思っております。でですね、まあ、近本選手、社会人卒で、今シーズン、2021年シーズンでもう3年目ということですから、この、まあ、進化が問われる年ということになってくるかなというふうに思います。よくですね、3年続けてレギュラー晴れて、初めて、レギュラーやというふうに言われるですね、まあ、金本監督なんかよくそういうこと言ってましたけれども、まあ、まさにその通りで、やっぱり、プロ野球選手っていうのは、年によって成績が大きくですね、まあ、いい年もあれば悪い年もあるっていうような感じで、なかなかですね、こう、ずっと定着するというのは難しいので、3年続けてですね、レギュラー晴れて初めてですね、一流やというのは、まあ、まあ、確かにその通りかなと思いますので、そのですね、考え方でいくと、それこそ、近本選手なんかは、今シーズン2021年シーズンが正念場ということになってくるかなというふうに思います。でですね、まあ、我々阪神ファンがですね、社会人卒のこう一番バッターでパッと思い浮かぶのがやはり赤星さんなんですよね、最近で言うと。まあ、タイプはね、ちょっと違うんですけれども、まあ一応ね、その社会人卒ということで、まあ赤星さんのですね、まあ社会人卒3年目の成績がどんな感じだったかなっていうのをちょっとですね、こうまあ振り返ってみようと思うんですけれども、赤星さん2001年の入団ですから、まあ、2000年の入団ですね。で、2001年がルーキーシーズンということですから、3年目はそれこそ優勝した年、2003年ということですよね。で、この年にやはりですね、大きく飛躍をしているわけですよね。まあ、ただ赤星さんの場合は2年目にちょっと怪我があってですね、少し成績が、まあ、落ちたというか、まあ、フルシーズンこう働けなかったっていうのがありまして、まあ、1年目ね、すごく活躍して、2年目ちょっとですね、落ちて、で、3年目でこう、爆発して、そこからブレイクしてですね、まあ、不動の1番バッター、まあ、2003年は2番バッターですけれども、それ以降はもう不動の1番バッターということになっていったっていう、そんな感じですよね。で、やはりですね、気になるのはまあいろいろね、気になるポイントあるんですけど、まあ盗塁数かなと思うんですけれども、ですね、赤星さんの場合は1年目ルーキーイヤー39盗塁で盗塁王ですよね。で、2年目がですね、怪我でフルシーズン出れなくてですね、試合がまあ半分ぐらいしか出れてなかったんですよね。ただまあライバルがいなかったということで26盗塁だったんですけれども、これで盗塁王を取ったと。で、ルーキーイヤーから2年連続で盗塁王だったんですけど、まあ2年目はね、ちょっと不本意な数字だったと思うんですが、3年目で61盗塁なんですね。やっぱりここでこう大きく飛躍をしているということで、やっぱりですね、まあ社会人卒ですから、まあ即戦力で入ってきましたけども、やっぱり3年目ぐらいでですね、こうブレイクする選手がやっぱ多いのかなっていう感じですから、近本選手もですね、まあ今シーズンもですね、まあ十分な働きをしてくれたんですけれども、来年さらにですね、この飛躍の年にしてほしいなということで、近本さんはですね、近本選手は1年目が36盗塁で、2年目のですね、2020年シーズンが31盗塁。ただまあ、このシーズンは当然ね、試合数が少なかったということで、まあ大体1年目、2年目同じぐらいの盗塁数だということですから、やはりですね、この辺をですね、来年は増やしてほしいな、今年はですね、増やしてほしいなというのが個人的な願いなんですよね。で、ですね、まあ、盗塁はですね、数じゃなくて、成功率の方が大事やっていうですね、考え方が当然あってですね、まあ、もちろんね、その、近本さんも、率ですね、成功率にこだわって いるということはですね、まあもちろんあると思うんですけれども、それにしてもですね、赤星さん60盗塁してますけれども、この年もですね、やはり成功率高いんですよね。赤星さんこの年ですね、3年目60盗塁して失敗が10なんで、結構ですね、いい、率を残したまま数字も上げているということですから、まあ近本選手ね、もちろん期待を込めてですね、まあ、盗塁数は50盗塁をですね、来シーズン、今シーズンは期待をしたいなというふうに思っておりまして、なので成功率8割をキープしたまま50盗塁っていうですね、ここをぜひ目指してほしいなというふうに思っております。
で、今シーズンですけども、昨シーズンがちょっとややこしいですね。2020年シーズンはですね、ちょっと足痛めてたっていうのがですね、まあ、シーズン終わってからですね、そんな情報が入ってきまして、本当はですね、もっと走りたかったんだけれども、ちょっと足を痛めていたので、まあ、盗塁数を伸ばすことができなくて、まあ、31盗塁という数に終わったというふうにですね、ご本人おっしゃってましたから、このあたりがですね、回復してくればですね、当然50、60っていうところは、視野に入ってくるのかなというふうに思いますので、ぜひともですね、足を万全な状態に戻してもらって、2021年今シーズンは、8割、成功率8割の50盗塁というところをですね、ぜひとも目指してほしいなというふうに思っております。で、まあ、盗塁をね、連続盗塁王っていうのもですね、ちょっとね、今シーズンは相手がいなかったかなっていうところで、まあ、低いね、まあ、水準31盗塁ということで、盗塁王をですね、取ったということで、まあ、この辺も赤星さんにね、似てますよね。ただこの辺はですね、ヤクルトの山田哲人選手とかですね、巨人のですね、増田選手とか、このあたりがですね、例えば増田選手が、もしですね、レギュラーに定着をしたりしたら、まあ、もちろん50盗塁、60盗塁平気でできるぐらいのですね、選手だと思いますし、山田哲人選手も調子さえ上がってくれば、当然ですね、まあ、30、40っていうところが、可能な選手だと思いますから、この辺がですね、非常に盗塁数を伸ばしてきたらですね、競う形で近本選手も盗塁数の伸びていくんじゃないのかなというふうに思っておりますから、こういったライバルの存在もですね、ちょっと意識しながらですね、切磋琢磨しながら盗塁数を伸ばしていってほしいなというふうに思います。まあ、考え方としてね、さっきも言いましたけども、率が大事やっていうのが最近はすごくですね、こう考え方として浸透してますから、なかなかね、昔みたいに70盗塁とかですね、そんな選手なかなか出てこないんですけれども、ただそれにしてもですね、周東選手なんかはね、50盗塁いってますから、近本選手もですね、ぜひとも50盗塁で、成功率8割というところを今シーズンは目指してほしいなというふうに思っております。はい。でですね、次、打つ方ですよね、打率ですよね。打率ですけれどもね、こちらもですね、近本選手、今シーズン、昨シーズンで2割9分3厘ということですから、まあ3割目前ということですから、当然ですね、率としては3割をですね、目指してほしいなというふうに思っております。で、まあもちろんね、1番バッターということですから、打率よりも出塁率がですね、大事かなというふうに思うんですけれども、出塁率としてはですね、今シーズンの出塁率がですね、昨シーズンの出塁率が3割4分4厘なんです。なので、3割7分ぐらいのですね、出塁率を、ぜひともですね、目指してほしいなっていうふうに思っております。で、出塁率って言ったらですね、4割ぐらい欲しいなって思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、4番バッターとかでですね、その勝負避けられて、で、まあ、出塁率が4割超えるみたいな選手はよくいるんですけど、1番バッターはですね、相手からしたら出塁させたくないわけですから、当然出塁をですね、防ごうということで、もちろんね、相手も攻撃をしてきますので、その中でそれをかいくぐって出塁率を上げていくってなると、なかなか4割っていうのはですね、実は難しいのかなというふうに思っておりまして、例えば赤星さんがですね、優勝した2003年シーズンの出塁率が3割7分8厘なんですよね。なので、このぐらいの水準のですね、出塁率を残してくれれば、まあ一番バッターとしては十分なのかなというふうに思います。で、昨シーズンは3割4分4厘ですから、当然ここよりかは上積みをですね、してほしいということで、打率がまあ3割、それから出塁率がまあ3割6分から7分といったあたりをですね、来年は目指してほしいなというふうに思っております。でですね、よくはその解説者の方が、もっとフォアボールを増やさなあかんでっていうふうにですね、言われる方多いんですけれども、僕はですね、あんまりそれは意識をですね、しない方がいいかなというふうに思います。要するに、自分の良さを消してしまうわけですよね。無理にそのフォアボールをですね、取りに行こうってすると、今までですね、手が出ていた球にも手が出なくなってしまったりしてですね、良さが消えてしまうんですよね。多少ボールでもですね、こう、バットを出していくっていうですね、そういった積極性が近本選手の良さですから、なので、フォアボールをですね、狙いに行くというよりかはですね、もう本当に安打数ですよね。ヒット数、こっちの方をですね、増やすっていう風に期待したいなという風に思っております。近本選手はですね、1年目159安打、2年目が139安打ということですから、今シーズンはですね、170安打ぐらいをですね、期待をしたいなという風に思っております。なので、フォアボールを増やすというよりかは、もうね、近本選手のキャラクター的には、もうヒット数、安打数を、最多安打のタイトルをですね、目指すっていうですね、そんな方向で頑張ってもらった方が、まあ本人のですね、スタイルに合ってるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。無理にボール見よう見ようとしたらですね、おそらくですけど成績下がっちゃうと思うんですよね。なので、もちろん出塁率上げてほしいんですけれども、フォアボールを増やして出塁率を上げるというよりかは、
ヒット数をですね、増やして、打率を上げて、出塁率をこう、高めるといったですね、そのいった、まあまあ、方向でですね、頑張ってもらったらいいんじゃないかな、というふうに思います。まあ、フォアボールね、少ないって言ってますけど、1年目も2年目も30っていうふうなですね、フォアボールをこう、取ってますから、まあ、それ全然取れてないわけじゃないんですよね。例えば赤星さんなんかは、だいたい40から50ぐらいをですね、コンスタントに取ってますから、まあ少し少ないかなっていう、そんな感じですよね。その代わり、ヒット数をですね、増やしてですね、でまあ、率を、打率の方を上げていけば、出塁率もおのずと上がっていくんじゃないかなっていうふうに思います。で、赤星さんとね、何が大きく違うかって言ったら、これ、長打率なんですよね。長打率。赤星さんがですね、長打率大体3割から、まあ、こう、高い年でも3割7分ぐらいなんですけれども、近本選手はですね、1年目が3割7分5厘、2年目が4割1分6厘ということで、長打がですね、近本選手は期待ができるということで、圧倒的に違うのは二塁打の数なんですよね。近本選手ですね。赤星さんはですね、二塁打がですね、1年目が9本ですね。2年目が7本、3年目が17本っていう二塁打の数なんですけど、近本選手はですね、1年目20本、2年目21本なんですね。やはりですね、こういったこう長打力があるというのも近本選手の魅力ですから、当然ですね、ヒットで出て内野安打とかですね、フォアボールで出て盗塁を決めるっていうのもありますし、長打でですね、一気に二塁打を放ってチャンスを作るっていうですね、三塁打ももちろん多いわけですから、そういったですね、攻撃もこうできるので、幅はですね、非常に広いのかなっていうふうに思いますよね。なので、この辺もですね、まあ、二塁打もですね、まあ、20、もしくは30ぐらいはですね、欲しいなっていうところですよね。そうなってきたら、相手怖いと思うんですよね。一発もあるしですね。で、まあ、一発もですね、1年目、2年目9本ですから、ここはぜひね、2桁を目指してほしいなっていうふうに思います。まあ、これはね、そんなに、まあ、意識する必要はないと思いますけど、まあ、おまけとしてですね、2桁本塁打っていうのも、まあ、まあ、期待はしたいなというふうに思うんですけれども、相手からしたら一発もあるしですね、長打、二塁打もあるしですね、まあ、ヒットで出塁をしたら盗塁で二塁三塁っていうところも狙われるし、本当に嫌な一番バッターになってくるなっていうふうに思いますから、当然ですね、そのデータでこうね、どういった攻撃をすれば点になりやすいかっていうのも大事なんですけども、人間がやってることですからね、相手が嫌がるかどうかっていうのが大事だと思うんですよね。なので、近本選手がですね、どういう選手になったら相手は嫌がるかっていう、そういったところですよね。といった、考えでいくとですね、まあ、やはり打率3割ぐらいあって、出塁率が3割7、8分ぐらいということで、で、それからですね、長打もあるし、盗塁数もですね、まあ、50ぐらいやってくれば相手はもう本当にいるだけで嫌っていうですね、そんな感じの選手にですね、なっていけるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、しかもそれがですね、1番にいたらですね、相手はもういきなりですね、もう本当に嫌なバッターを相手にしないといけないということですから、目に見えないプレッシャーというかですね、相手のこの精神力を削るみたいなですね、そういった攻撃ができてくるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあそれこそですね、まあイチロー選手なんかもそうですよね。イチロー選手の方がまあどっちかというと近いのかなって思うんですけど、イチロー選手もそんなにフォアボールをですね、狙いに行くというよりかは、多少ボール球でもヒットにしてしまうっていうですね、そういった積極性のある選手ですよね。で、出塁をすれば当然盗塁もあるしですね、長打もあるし、ホームランもあるしね、ホームランもイチロー選手多い時28本ぐらいね、打ったシーズンもありましたし、25本かな ?25 本打ったシーズンもありましたしですね、まあそこまで近本選手にね、期待をするっていうのはあれですけども、でも一歩間違えたらですね、15、6本打ってもおかしくないぐらいのポテンシャルはあるかなって思いますから、3年目飛躍の年ということで、この年にですね、どこまでこう成績をですね、こう上げられるかっていうのが、非常にですね、来年は楽しみかなというふうに思います。で、それからですね、まあ試合出場は2020年シーズンはですね、全試合120試合出場してますから、当然ですね、今シーズンですね、2021年シーズンも試合数は当然ですね、全試合出場というところを目指してほしいなっていうふうに思っております。はい。でですね、もう一つですけれども、守備の方ですね。守備の方もですね、決してこの悪い数字ではないんですよね。やはりですね、近本選手期待が高すぎてですね、今こうして改めて打撃成績とですね、守備の成績をこう見てるんですけど、赤星さんとですね、見比べてるんですけど、どの数字もですね、近本選手の方が上回ってるんですよね。なのにですね、近本選手、やっぱりこう期待がでかすぎるがためにですね、やはりちょっとファンの方とかですね、メディアからの、こうね、意見がこう厳しくなってしまうんですけれども、もう本当にですね、近本選手は守備の方でも非常に頑張ってますよね。
ルーキーイヤーの2019年シーズンはですね、捕殺が最多を記録してます。僕ね、イメージとして肩弱いというイメージあったんですけど、捕殺10記録してますからね、決してそんなに弱いということではないのかなというふうに思いますし、で、2020年シーズンですね、2年目の昨シーズンはですね、刺殺ですね、要するにフライを取ってアウトにするっていうですね、それが、シーズン最多、リーグ最多ですね、229の刺殺を記録しています。ということはですね、当然これ、守備範囲の広さもですね、こう示していますし、1年目のですね、捕殺最多10っていうのは、当然、送球のですね、正確さっていうのも、これね、示しているのかなというふうに思いますので、決して守備もですね、まあ、イメージほど悪くないです。まあ、ただね、その、ここ一番っていう時にエラーしちゃうんで、そのエラーのイメージがね、どうしてもあるということですよね。そういったですね、しょうもないエラーっていうのは減らしていってもらったらですね、間違いなくゴールデングラブのですね、候補には上がってくるのかなっていうふうに思います。エラーがですね、1年目が4、2年目が3ということですから、このあたりをですね、まあ、0か1ぐらいにですね、少なくしてほしいなっていうふうに思っております。まあ、これもね、非常に贅沢な悩みなんですよね。守備範囲が広いがゆえのエラーっていうのも当然あるわけですよね。ギリギリ追いついたけども落としてしまうとかですね。普通の外野手やったらエラーにならないのに、守備範囲が広いがためにエラーになってしまうっていうですね。これ名手としての、まあ、宿命みたいなとこありますよね。これ内野でも外野でもあると思うんですけれども、そういったところをさらに乗り越えてですね、超一流の選手になってほしいなというふうに思っております。ですね、まあ、早球というところでいくと今シーズンちょっとですね、雑な早球がね、ちょっとね、いくつかあったかなって思いますから、この1年目のね、捕殺10を見てわかるように、きっちりと早球すればですね、ちゃんとした早球ができるわけですから、僕今シーズンね、すごく覚えてるのは巨人戦でですね、近本選手のエラーで負けた試合がありましたよね。で、その次の試合だったと思うんですけれども、同じようにですね、センターにですね、こう打球が行って、それを近本選手今度はですね、ものすごく丁寧にですね、取ってから素早く、しかも正確に送球をして、ランナーを刺したっていう場面があったんですよね。だから集中したらやっぱりできるわけですよね。昨日の失敗を取り返したろうっていうですね、非常に集中力が高まってる状態でプレーをすれば、そういった素晴らしいプレーができるわけですから、そういったですね、気持ち的な問題も大きいと思いますから、常にですね、そういった全集中ですした状態で1年間ですね守備をしてもらえれば、まあもちろん肩はめちゃくちゃ強いわけじゃないんですけれども、早く正確にっていうのが大事ですから、そういったですね外野守備、特に早球ですよね、これを今シーズン、来シーズンは、期待したいな、今シーズンは期待したいなというふうに思っております。なので当然ですね、まあ、ここまでの成績を残しているわけですから、ベストナインとゴールデングラブっていうのもですね、これはもう狙って取りに行ってほしいというふうに思いますよね。もちろんね、外野手は各球団ですね、いい選手がいっぱい揃ってるんですけども、だからこそ取ることに価値があると思いますから、今シーズンはですね、ベストナインとですね、ゴールデングラブの両取りを目指してですね、頑張っていってほしいなというふうに思っております。なので、まあ、ちょっとね、整理しましょうかね。整理しますとですね、今シーズンの期待も込めた成績予想ということでさせてもらいたいんですけれども、打率3割ですよね。それから出塁率が、3割7分ですね。それから安打数が170安打というところで。それからですね、ホームランできれば2桁、10本。目指してほしいなというふうに思います。それから盗塁をですね、50盗塁、成功率8割をキープした上での50盗塁というところをですね、ご期待をしたいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今日はですね、近本選手の今シーズンのですね、展望、期待とですね、予想をさせてもらいました。こんな感じでですね、しばらくは選手一人一人について、今シーズンのですね、予想と期待を込めた展望をしていきたいと思いますので、明日もですね、まあ、ちょっと誰を予想するか、ちょっとまだ明日になってみないとわかりませんけれども、まあ、そうですね、レギュラー候補の選手から順にですね、展望していきたいと思いますので、また明日もよろしくお願いします。ということで今日はこのぐらいにしたいというふうに思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。